はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、何度かやったことあると思うんですけど、最近の私のコーディネートとミニ Vlog を撮っていこうと思います。この企画はですね、リアルの私のねコーディネートを紹介するっていうので、 YouTube とかでね紹介するコーディネートではなく、また別でプライベートなガチ私服をね紹介していければと思っております。その日のちょっとした用事とかも本当にギュッとまとめたミニ Vlog として撮っていこうと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで Day 1でございます。本日はこんな感じにしてみました。じゃん。はい、というわけで、もうすっかり夏でございますので、タンクトップでね涼しく行こうと思い、こんな感じのコーディネートにしてみました。もう最近私ね、マジでタンクトップにカーゴパンツっていうスタイルが楽すぎて、このコーディネートばっかりやってるんですけど、今日はちょっと小物とかをいろいろとね遊んでみました。バケットハットとかもかぶったりとかして、日差しもすごいので最近日傘とかもね結構差したりとかしてるんですけど、帽子もねかぶっていこうということで、より夏っぽくこのバケハをかぶっております。紐がチラッとついててね、可愛いんですよこれで。バッグはシンプルなブラックのバッグで、スニーカーの色味と合わせました。でね、このメガネなんですけど、皆さんこれね実はただのメガネじゃないんですよ一見普通のサングラスに見えると思うんですけれども、これがね私最近結構使ったりしてるんですけど、メガネ兼スピーカーなんですよ。えみたいな新しすぎないですかこれ。だから今私音楽聴いてるんですよこれね。なのでいろいろワイヤレスのイヤホンとかも出てると思うんですけど、まあそういうのって大体こう耳につけたりするじゃないですか直接。でもこれがメガネ型っていうことで耳が解放されてるから、周りの音とかもちゃんと聞こえるし、やっぱこうなんかなんていうの、耳の塞ぎがないことで圧迫感がないっていうか、そこがね私すごく気に入ってます。これがファーウェイジャパンとオンデーズっていうところがコラボして作ったメガネになっております。今回ファーウェイジャパンさんにご提供いただいてこれ使ってるんですけど、めちゃくちゃ気に入ってるから、これをぜひ皆さんに紹介したいなと思って。でこれがさっきも言ったようにスピーカーがついていて、今音量を 50% いかないぐらい、マックスあるうちの半分以下ぐらいで聞いてるんですけど、この状態だったら割と外に音漏れはしにくいようになってて、私は基本的に外でこうやって使っちゃってます。メガネはこんな感じになってて、Bluetooth でね、つなげてるんですけど、本当見た目は普通のメガネで、ちょっとこの、わかりますか？メガネの縁が太くなってて、ここにもね、仕掛けがいろいろあって、ダブルタップすると再生できたりとか、スライドでこうピッてやると音量の調節ができたりとか、本当にいろいろあるんですよ。こんな感じでスピーカーもついてて、こっから音が聞こえてるんですけど、でね、私これ今、レンズをおしゃれにしたいなと思って、オプションで、このちょっと薄いグレーっぽい感じのレンズをつけております。これはオプションで物流金でかかってしまうんですけど、普通の透明のやつだったら料金なしでドアリンできたりとかもするので、普通にメガネとしても使えるっていう感じになってます。あとなんか PC 用にできたりとか、そのまま別料金にかかったりするんですけど、いろいろとカスタマイズできるので自分の好みで作れるようになってて、レンズの交換だったりとかオンデーズの店舗でやるっていう感じになってます。でね、これスピーカーがついてると思えないぐらいの軽さなんですよ。本当に普通のメガネに比べるとやっぱりちょっと重たさはあるかもしれないんですけど、負担も少なくって全然一日中つけれるぐらいの軽さだったので、そこもねとても気に入ってます。シンプルなデザインだから日常のファッションにも溶け込みやすくって、私は本当にファッションアイテムの一部として使う時もあるんですけど、これをね皆さんに紹介したくって。はい、ということでちょっと長くなってしまいましたが、さっき朝選挙に行ってきたんですよ。今日がちょうど7月の10日で、選挙のね投票に行ってきました。で、選挙のその証明書を、選挙しましたよって言って証明書をもらうと選挙割できる店舗がなんかいろいろあるらしいので、ちょっと今日はそこに行ってみようかなって思ってます。ランチできればいいなと思って、では行ってきたいと思います。暑そう。バイバイ、行ってきます。Why won't you tell me that you feel
ということで、デイ2でございます。本日はですね、最近私社交に通っていて免許をね取ろうと頑張っているんですけれども、この前ね学科試験、仮免の学科試験を合格しまして、今日初めて技能の教習に行ってきます。やばい、めっちゃ緊張してる。本当に人生で初めて車を運転するので、やばいめっちゃ緊張してるんですけど、でもちょっと楽しみな気持ちもありつつという感じですが、はい、今日はそんな一日でございます。ということで本日のコーディネートはこんな感じでございます。じゃん。はい、今日は技能のね教習ということでスニーカーを選びました。スニーカーがいいかなと思って、上は半袖にハーフパンツっていうめちゃくちゃラフなスタイルにしております。この T シャツがね私すごい気に入ってて可愛いんですけど、生地もすごい面白いんですよね。これ普通の T シャツみたいな生地じゃなくて、ちょっとニットっぽい生地なんですけど、でもさっぱりした感じの素材にはなっているので、夏でも全然平気で着れるんですが、これにブラックのハーフパンツを合わせました。なんかショートパンツ、めちゃくちゃだけが短めのショートパンツって結構若いイメージがあると思うので、大人になってくるとねやっぱ履きづらいっていうのがあると思うんですけど、このぐらいのハーフパンツとかだったら大人の方でもね着やすいかなっていうふうに思います。やっぱ夏で暑いのでこういったハーフパンツはねめちゃくちゃ重宝するんですけど、今日はこんな感じで合わせてみました。でね、私昨日下北に行ってきたんですけど、そこのヴィンテージショップでこのねネックレスを買ったんですよ。早速つけてるんですけど、これめっちゃ可愛くないですか。こういうなんかビーズネックレス、ボールネックレスみたいなのが結構ね今海外で流行っている最中らしくって、やっぱポイントになるし夏っぽい印象がやっぱ出るかなと思うので、こちら気に入っております。お気に入りすぎて早速つけたということで2日目はこんな感じでございます。それでは今から行ってきたいと思います。バイバイ。ということで、デイ3でございます。今日はですね、エステに行ってジムに行ってきます。ということで本日のコーディネートはこんな感じでございます。じゃじゃん。はい、ちょっと今日はね大荷物なんですけれども、まあ、ジムに行くので着替えだったりとかがいろいろ入ってて、今日はこんな大きなバッグで行きたいと思います。今日もすごいシンプルな感じで組んでみました。タンクトップにこのデニムパンツを合わせてます。このデニムがちょっと丈が長めなので黄色をね今回は合わせました。ボーダートップスにデニムで結構ベーシックなスタイルではあるんですけど、このヒールが形も変わってたりとか、差し色ですごくパキッとしたカラーになっているので、ここがね結構ポイントになって可愛いです。今日はちょっと髪の毛もねすっきりまとめてみました。やっぱジムとか行くときは結構髪の毛も崩れやすかったりとか汗かいたりとかするので、こんな感じで今日はまとめております。ということで結構時間がギリギリになってしまっているので、そろそろ行っていきたいと思います。では行ってきます。ということで、デイ4でございます。今日はですね、今夕方なんですけれども、今からですね食事に行ってきたいと思います。ということで本日のコーディネートはこんな感じでございます。じゃん。今日も今日とて腕なし女でございますこのキャミソールパッドがついてるから、これ1枚でよくってめちゃくちゃ楽なんですよ。パンツはカーゴパンツを合わせてます。これがちょっとローライズ気味なので肌がチラッと見える感じで可愛いんですよね。パンツに合わせてバッグもブルーのナイロン素材のバッグを合わせました。でシューズはこちらの厚底のカウ柄のシューズを合わせました。ローライズのパンツなのでちょっとでもスタイルよく見えるように厚底のシューズを合わせました。髪の毛ちょっと今日はですね2つにしまして、可愛らしい感じでこんな感じですね。後ろから見ると本当にただただシュシュで団子を作っただけなんですけれども、ちょっとここでね可愛らしさっていうのを
出してみました。本日はこんな感じでございます。ということで行ってきます。バイバイ。はい、というわけで今日がラストなんですけれども、ラストデイ5でございます。今日はシュナップっていうインスタのアカウントがあって、それのね撮影に行ってきたいと思います。でも今日雨なんですよ天気めちゃめちゃ悪くって、撮れるかわかんないんですけど、とりあえず行ってみてという感じで行きたいと思います。ということで本日のコーディネートはこんな感じでございます。じゃん。今日はめちゃくちゃシンプルにしました。白のタンクトップとデニムを合わせてて、足元もねスニーカーだったりとか、結構シンプルな合わせなんですけれども、ベルトはね今日2つつけてます。ダブルベルトっていうのかな。前にもダブルベルトこれから流行りそうって紹介したと思うんですけど、こういった本当にシンプルなお洋服の時とかにダブルベルトをしてあげるとすごくインパクトが出て、シンプルになりすぎないと思うので、ちょっと個性も出したりとかするとても可愛いので、でこの組み合わせもね結構自由な感じでできると思うから、自分の好きなベルトを使って重ね付けしてあげるのもいいんじゃないかなと思っております。はい、ということでじゃあそろそろ時間なので行ってきたいと思います。というわけでこんな感じで2日間の私のコーディネートとミニ Vlog を撮ってみました。ちょっと服装とか髪型もね変わっちゃってるんですけれども、エンディング後撮りということで申し訳ないんですが、どうでしたか皆さん、なんか好きなコーディネートありましたか5日間の中で。今回そのファーウェイジャパンさんにファーウェイ×オンデイズアイウェアっていうね、スピーカーも一緒についたメガネっていうのをご提供いただいたので、それも紹介しながらのコーディネート Vlog だったんですけれども、これですね、もう本当に新しすぎて使っててもワクワクするし、であとこれね途中で Vlog の時にさらっと使ってたんですけど、パッて磁石でくっつくレンズがついてくるので、これが今オプションでちょっと薄いグレーっぽい感じのレンズになってるんですけど、この上からこの黒いレンズをピタッとくっつけて使うこともできるので、本当に用途に合わせて使えるのがすごくいいなっていう風に思います。この薄いグレーのレンズもめちゃくちゃ絶妙で、すごい可愛いんですよね。めっちゃおしゃれな色味だから本当に使いやすくって、とっても愛用しております。気になった方はね、ぜひ私の概要欄にも詳細載せておこうと思うので、そちらからチェックしてみてください。はい、ということで私のガチ私服でございました。まあなんか月1とか2ヶ月に1回ぐらいやっていければいいかなっていう風に思っているので、またねガチ私服撮っていこうと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。Why won't you?